クッシャロゲニアユースゲストハウスは、日本ユースホステル協会に加盟している、北海道手鹿賀町クッシャロゲニアに位置する、ユースゲストハウス。クッシャロ湖にほど近いほか、東方にもマシュ湖がある。周辺環境を生かし浴場は、天然温泉となっているほか、古ン温泉露天風呂への無料案内も行う。建物は建築デザイナーである。 荒木武氏の設計により1993年に建てられたもので、京界道をモチーフにしたデザイナーズホテルを名乗っている。アーチ型天井、高い点窓、磨き上げられたフローリングなどの内装が特徴的で、ロンリープラネットのジャパンの巻では内装、外装ともに素晴らしい建築と評価された。なお、客室はロフト風である。 食事は、料亭やホテルでは食を学んだ元板前のオーナーが手掛け、エゾシカ料理も提供している。この鹿肉料理が好評であったことから、2008年2月には施設内に昼食専門のレストランが開店、根室名物エスカロップをもとに、オーナーが考案した鹿肉料理、エシカロップは、北海道ローカルの情報番組でも隠れた B 級グルメとして取り上げられた。 また、周辺に体験観光施設が多くあり、ガイド付きのツアーやアウトドアのプログラムが充実している。自動車を持たないツーリストのため、最寄りのマシュー駅まで英語を話せるスタッフが自動車での送迎を行っている。2003年6月、このユースホステルのシ車ロゴ、カヌーツアーにおいて、カヌー2隻が転覆して死傷者が発生する事故が起こり、施設は一時休業となった。 12月1日から20日、4月8日から25日、ありがとうございます。